はい、こんにちは、永田教です。ちょっと楽しみな特許、また特許なんですけど、ちょっと楽しみな特許が Google さんから申請されてますというところです。2018年か、去年末に申請されてたやつなんですけど、先にもう絵だけは出しちゃいますね。もう見ての通りで、本型のディスプレイですね。そう、折りたたんである本型のディスプレイ上に本型に折りたたんであるディスプレイデバイスっていうなってます。で、バッテリーとかチップとかカメラとかっていうのは、このまあ背表紙側の方に、背表紙側というか、まあ、この表紙に当たる部分に全て内蔵されてるっていうものみたいなんですけど、俺結構これいいなって思ってて、俺これ結構好きです。昔こういうのねえかなって考えてたぐらいですあの学生の頃とかに、パソコンとかを使い始めてたりとかした時に、こんな感じのやつってできねえのかななんていう風になんかちょっと夢描いてたやつで、まあこれね、電子書籍がどうのこうのとかそんなことと話す人もいるかもしれないですけど、これの利点としては、要は複数のアプリを同時に立ち上げて、かつ、まあ、2つを同時に使うんですけど、その他のやつはその状態のまま取っとくってやつで、今のスマートフォンとかタブレットもそうですし、PC でもそうじゃないですか。アプリケーションをそれぞれ一つ大画面でボーンって表示しといて、まあ例えば Mac だったりすると、タッチパッドのトラックパッドのところでそれをさっさって指でやって画面を切り替えて、こうやって画面をこうパンパンって切り替わるわけですね。それでアプリケーションも切り替わるってやつなんですけど、だから電子書籍を読みやすいというか見やすいとかそんなんじゃなくって、アプリケーションをそれぞれこうそれぞれの画面に一つずつ表示させて、大きいのそれをこう開いた時に一瞬にしてそれが使えるように切り替わるっていうことなんですよ、これってきっと。だから俺いいなって思ってて、要は PC みたいに使えるってこのこと、この複数の画面が備わってることによって。で、例えば今スマートフォンとかでマルチタスクが一般的なんで、 iPhone でも Android でもそうですけど、例えば YouTube を見てますと、YouTube 見てますってなった時に、でもなんか連絡が来たら、一旦そのメールの方の画面に、メールアプリに切り替えて、まあそのスワイプなりなんなりをして切り替えて、その間中は YouTube がストップしてしとくとか、まあもちろんそのポップアップでね、映してそのまま使ってる人も中にいるかもしれないですけど、まあ一般的には切り替えて、で YouTube はこっちはその開かれて、その一時停止したままなんだけど、メールを読んで、それを、メールを読み終わって返信したら、 YouTube にまたスワイプで画面を切り替えて持ってきて、それまた再生始めるみたいな感じの使いになるじゃないですか。それが画面、このページみたいな感じ、ページみたいな感じでこう開くところによって切り替えられるっていう話ですよ、これって。おそらくだから普段普通にこう、例えば2画面両方使えるわけですから、本のようにこの両ページで。だから YouTube を見ながら、片方でその YouTube に出てる製品がいいなとか、ゲームがいいなとかなった時に、片方でウェブページでその Amazon を立ち上げて、価格、まあ価格コムディや価格をそれでこう調べるとかっていうのを同時にできてるわけですけど、そうやってる間になんかメールが来ましたとかね、部下から資料が届きましたとっていうのが通知でピューンって上に出た時に、ページを切り替えてオフィスとメールっていうところが立ち上げられると。メールを開いたらそこの横のオフィスがそこで資料としてパンって表示されるみたいなことができるって話ですよ。でそれが済んだら、また元のページにこうページをやり出すと、また YouTube とさっきのウェブページ、 Amazon が立ち上がってるところに戻るみたい、それができるってことなんですよ、これはきっと。これはきっとね。だからその使い方やっぱやりたいよねっていう、俺も学生の頃やりたかったこれっていうふうに俺思ってて今そのタブレットもスマートフォンも1画面の中でやっぱ切り替えてそうやってマルチタスクで使い分けいろいろできるんですけど、それがまあこうやってもともと2画面を同時に扱う、まあ今でこそスマートフォンも
タブレットも中のその1枚の画面を分割して使うっていうことができてますけど、それをそれぞれ1枚ずつでしっかりと持っときながら、その他にもページというかディスプレイね、そのアプリを立ち上げておくディスプレイを持っておけるっていう、これはなかなかにして俺は素晴らしいことだと思ってます。ちょっと俺この興奮度合い伝わるかな、俺すげえいいと思ってんのこれで、これはしっかりこの実現させてほしいなっていうふうに思ってるんですけど、すげえ使いたいっすこれで。閉じておけばディスプレイも傷つかないし、持ち運びも超いい。かたやこれが例えば上画面で下も画面だけどキーボードにもできたらそれもいいしさ、なんかいろんな使い方ができるっていう感じがしていいなっていう。まあレノボの方からもさ、両方にディスプレイを備えたこの閉じられる PC っていうか出たりしてますけど、それのあと2枚付け足した版ってやつですよね。まあ重さとかバッテリーとかそこら辺がどうなんのかっていう心配はもちろんあるんですけど、製品になった時には。でもこれちょっと俺はいいなって思いました。うん、これちょっと実際にこういうのが出てきたら欲しいです。うん、俺が今言った使い方はまあなんか 100% 賛成はされないとは思いますけど、少なくてもまあ数人はもうそれ便利そうって思ってくれたんじゃないかなって俺は思ってるんですけどなんか伝わったかな、俺が言いたかったこう言ってることって。うん、俺の中ではもう結構これ頭の中でイメージというか使い方のイメージが出来上がってて、なぜならば学生の頃にやりたかったなと思ってたことだから。だからこれいいっす Google さん出してピクセルブックとかそんな名前なのか分かんないけど出して2018年か。でも特許出してるってことはある程度研究は進めてるってことですよね。ディスプレイを例えば組み合わせて、まあこうやって閉じてのでタッチパネルがどうのこうのっていう、こう多分側までは作ってなくてもなんかそのパーツとパーツが組み合わさって、それでなんか実験ぐらいはなんかしてるんだろうなって思うんですけど、これは出してもらいたい。まあ今でこそ別に、そうね、いやーこれはいいな。この特許が出てもうまあいろいろとねメディアとかでも取り上げられてましたけども、見た瞬間に俺はそういう使い方がちょっとこうなんだろうな、こうもおおなんかこう思い出したというか、そうそうこういうの俺欲しかったのよと思って、でこういうあこういう使い方でしょっていうふうに俺は思ってて、いやー分かってる分かったかな俺がなんでこんな興奮してるかまでは、なんでこの人こんな興奮してんのっていうふうに思ってるとは思うんですけど、俺が思った使い方ぐらいはちょっと分かってもらえましたかね。俺はそれがすごく便利だなって思ってるんです。なぜならノート PC でもスマートフォンでも複数アプリを同時に立ち上げてそれぞれ行き来したりすることが結構あるから。まあスマートフォンなんかはちっちゃい画面でやったりもしてるところもあって、そんなに頻繁にっていうのは最近あんまないんですけど、特に PC なんかはアプリケーションをまあ大きく使ってることも最近増えてきていて、でそれをやっぱ行き来したりはするんですよ。同時に何かを見たいんで、その中でウィンドウを分けて使うっていう使い方ももちろんするんですけど、これもできるじゃない、このデバイスも。1ページ目2ページ目のところにそれぞれで別のものアプリケーションを立ち上げてそれぞれで作業するっていうのもできるわけだから、なんかこれ結構いいなっていうふうに思いましたね。まあ若干その使い方っていうかそこら辺が複雑になるんで、タブレットや PC タブレットやスマートフォンと比べて、そういう意味では本当にニッチなものになっちゃうんでしょうけど、これいいな、俺はいいですね。電子書籍がどうのこうのとかそんなんじゃなくて、そういう使い方ですよ。要は仮想ディスプレイが、まあ、仮想でもなんでもないんだよね。PC とかで仮想でディスプレイがあって、そこにアプリケーションバババって立ち上げてそれを切り替えてた使い方を知ってる人だったら特にわかると思うし、最近だったらそうやってスマートフォンも使ってると思うんで、そのアプリを切り替えながらね使ってると思うんで、それが
普段からそれをやってる人は俺が今言ったことをなんとなく想像つくんじゃないかなっていうふうに思ってます。それが要はこの物理的にできるっていう、要はスワイプすらする必要がないっていうところはなかなかいいんじゃないですか。タブレットとかでも結局こうやって持ってますけど、あの要はこういう形でタブレット持つじゃないですか。でもそのディスプレイを切り替える時ってこうやって操作したりとかしなきゃいけないわけで、それって結構めんどくさかったりするんですよね。この大きいものだったら特に。スマートフォンだったらさ片手だけで全部できるんですけど、でそんな中にこのこういう画面が備わってるものだったりするとこれでできるんで、こうやってでこれをこっち側にあるページを 1ページもこうめくるだけでそれが可能になるっていうか、そのタスクを切り替えられるっていう、そこら辺は俺いいなって思いますね。もちろん同時に立ち上げられるものは限られてくるから、あのそこの使い方っていうのはねありますけど、制約はある程度できちゃいますけど、でも今までよりはるかに俺は使いやすくなるな、このこうなるとっていうふうに思いました。うん、まあ懸念点としてはバッテリーだったり、あとは重さっていうところにもなってくると思いますけど、まあまあまあ最近はペラペラの有機ゲルとかもねできてるんで、ペラペラの有機ゲルっていうか、それはもともと有機ゲルペラペラだからあれなんだけど要はそのガラスパネルじゃなくってその樹脂でこう軽いものっていうのができてってるんで、まあある、まあ、まあそこそこ実現性は可能あるんじゃないかな。その実現性っていうか、そのあの製品化っていうのはあながち全然今でも可能なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、本当にこれ出てほしいなっていうふうに思いました。はい、まあ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 、要約すれば、Google さんが、まあ、ちょっと面白いあの本型のディスプレイデバイスを、特許申請してますよというお話です。はい、いや出てほしいということで、また見てな、バイバイ。